今年2023年夏、全国的に日本ではクモの出没が増えています。その理由は何か。それは環境保護がうまくいっている証ではないかと思います。環境保護がうまくいくということは、環境が守られるということですね。そうしますと、まずその緑が増える、そして草食の動物が増える、そして最後に食肉目の動物が増えるということです。クマは雑食性の食肉目の動物ですが、食べる食物のほとんどは植物です。ですけども、食肉目ということで、いっぺんに1頭、2頭、まあ多くても3頭、普通は2頭までですね。そのぐらいずつの繁殖能力しか持ちません。そして子グマがいる間は次の繁殖なかなか移れないんですね。子グマがいてもオスと交尾をして妊娠をして、次の出産までには子グマたちは一人暮らしをしているぐらいの年齢にならないと次の繁殖に移れないという動物です。ですから、鹿やウサギなどと比べまして繁殖力は低いように一見見えます。ですけども、クマがもし鹿のような繁殖力を持っていたらクマだらけになってしまいます。そうなりますと、クマというのは鹿よりもたくさんの面積を必要とする動物です。このたくさんの面積というのはどういうことかというと、飼育スペースということでなく飼育密度という面からおいてですね。ですからクマで溢れてしまうと、クマ自体ですね、お互いに共倒れになってしまうわけです。ですからこの程度の繁殖力でちょうどいいわけですね。そしてですね、ウサギとの触れ合いを楽しむことのできる宿泊施設にクマが侵入し、捕り物騒ぎになっていますが、このクマというのも本来は非常に臆病で人目を避けるのが通例なわけですが、一方でクマというのは非常に好奇心が強い動物です。ですから何か気が引くものにその建物にあったんでしょうね。食べ物の匂いかもしれません。あるいは面白そうな、ちょっとどうしても触ってみたいおもちゃというかですね、玩具的なものに見えたものを、そんなのがあったのかもしれません。そのようなわけでクマはですね、その建物に、ね、入りたくなっちゃったんでしょうね。で、そのクマの大きさが1メーター60センチ体長があると言います。まあ体長といっても要するに頭胴長のことだと思います。 1.6 メーターの頭胴長の月の輪グマというとめちゃくちゃでかいです。おそらく180とか場合によっては200キロを超すと思います。ここにですね、ちょうどよいしょ、このクマの頭骨があります。これツキノワグマの頭骨なんですけども、これがですね110キロ程度のオスのクマの頭骨です。で、110キロというと結構大きい方です。この110キロ程度のオスの頭骨で、ここですね、ここからここまでの長さが27センチ2ミリぐらいです。これであっても頭胴長という面でいきますと、せいぜい130センチからまあ140までは絶対いかないんじゃないかなと。ですから160センチというと相当大きいツキノワグマです。ですけどもね、おそらく発見された方は驚いて、目測で急に出てきたものですから余計に大きく見えているだけで、実際に160センチは頭胴長ないと思います。そしたらもう本当に200キロ前後は行く、ものすごくでかいツキノワグマだということになります。ですから、まあ、ここまで大きくないにしても、それだけの大きさがあれば、通例で考えればオスのツキノワグマであると思われます。まあね、セントバーナードでも、で、場合によっては100キロを超すのがいますので、あ、じゃあでかいのがうろうろしてるぐらい危険なのかなんていうもんじゃありません。犬の100キロとクマの100キロでは、もうクマの100キロの方が全然強いです。もう体の強さですね、皮膚の厚みというか皮膚の丈夫さがですね、もう全然違います。ですからものすごい打たれ強さも持っています。そして体がものすごく柔軟です。犬も柔軟な方なんですよ。ですけども、クマはもっと柔軟です。ですから結構高いの木の上から落っこちても体が丈夫なこともありますが、体が柔軟なために大怪我をなかなか負わないんですね。そういう、ね、強靭な肉体も持っています。そして力もすごいです。ピットブルテリアが10分かけて食べるような犬のガムをクマに与えると、瞬間に
ビシャッとべき折っちゃいます。ですからそのぐらいもう全然ねパワーが違います。あの熊の髪の強さを見たらばもうね犬がね何と言ってもねちょっとこれで真っ向勝負というのは相当危険なギャンブルだと犬種問わずですねそう思うはずです。そのぐらいすごい動物なんです。それがですね今町に増えてしまっているということなんですね。うん、ですけどこれは環境の方がうまくいっている一つの証でもあるわけです。でその副産物的にクマも増えてしまったと。副産物といっても、ね、自然を守れば裾野が広がれば頂上付近の動物たち要するにクマであるとかそういったものもですね増えるのは当然の流れだったんですけども、人間というのはなんかずるい動物で人体に危がう動物は少なく、そして他の動物はたくさん増えるといいな、緑が増えるといいな、そうすると環境が守れてる、そんなことはないですね。クマも増えて初めて環境保護ですから、ここが難しいところです。かといって人間がね怪我するわけにもいきませんし、財産を減らすわけにもいきません。なかなか難しい。この兼ね合いのいいところでなんとか折り合いをつけたいところです。そしてですね北海道の方でも OSO18 これがね非常に話題を近年呼んでいますが、なんとカラーの写真が撮影されたということで、ね、これもねものすごいです。忍者クマなんて言われていますけども、こちらもすごいクマです。ですけどねこれね特別なクマだ、特別なクマだと言いますけども、僕はそんなに特別じゃないと思います。あの行動としては特別なところがあると思います。貯蔵した肉をもう一回食べに行かないとか、そういったね特別なところは確かにありますけども、その程度であって僕は本来のクマの警戒心というのはこういうものであって、人間の瞳につくクマたちというのが警戒心の薄いクマだと思います。最近の研究ではですねこれは系統的遺伝的に人間になりやすい系統というのがあるので、そのクマさえ通ったなり保護してどこかの施設に入れるなどの処置で人間の祖母をうろつくクマはいなくなるのではないかというような研究もされているようですが、まあそれね僕もね結構あながち本当じゃないかなと思います。ただそれは遺伝的というよりかは僕の考えでは親から受ける教育の影響、要するに親から受けた教養によって人間を怖がるようになるかならないかということだと思います。なんといってもクマの知能というのは非常に高くて、犬と霊長類の中間ぐらいの知能があるのではないかと言われています。で、表情を読み取る能力、これがめちゃくちゃ実はすごくですね、マレーグマに関して言えばお互いに表情を見て相手の感情を読み取る能力があるということがもう立証されているぐらいですから、おそらくマレーグマだけではなくツキノワグマや他のクマも表情を読み取る能力というのは少なからずとも絶対優れているはずだと思います。そんなクマたちと人間の共存というのをですねこれから我々も真剣に考えていかなければならないと思います。なぜかといえば自然を守れば緑が増え草食動物が増え、そうすればその頂点に立つ今の現在の日本で言えばクマぐらいですね。昔はですね狼なんていうのも言いましたけども、現在ではクマぐらいですから、それだってね当然増えます。ですからそこら辺の兼ね合いですね、なんかね人間は頭知能の非常に発達した動物ですので、人間がそこら辺の解決策をですね模索してお互いの距離であったりそういう安全をですね確保していく方法を考えなければならない時が来たんだと思います。